1934年10月公演のすみれ、コピーライト宝塚歌劇団、久美京子は、日本の女優、昭和期の宝塚歌劇団花組主演娘役の宝ジェンヌで、宝塚歌劇団卒業生である。大阪府大阪市西区出身。以前の芸名は、万葉集で、大友やかもちが読んだ国系参加にちなんだ国京子であったが、当時、国の文字が、 皇族の国の宮家と同じであるという指摘があり、幾久しく美しくあれの意味を込めた、組に改名した経緯があった。本名は、萩原貞子。愛称は、さあちゃん。1930年、大阪府立一岡高等女学校を卒業後に、宝塚音楽歌劇学校に入学して、宝塚少女歌劇団に入団。宝塚歌劇団20期生の同期生に、内川調子。 小野桜、霧立の,のぼらがいる。当時は、入学イコール入団で、学校と劇団は一体であった。1937年11月公演、宝、ジェンル左、鞘福子コピーライト宝塚歌劇団1938年3月、公演、宝塚フォーリーズコピーライト宝塚歌劇団、イタリア人教師ルビニ、白系ロシア人教師カラズロワなどから、 声楽の指導を受け、1931年に初舞台を踏む。当時は声楽選歌であったが、現在の組み分けができると花組に所属。その頃レビューの新鋭となった白井鉄作りは、ジャンヌのマリネット役、ジャンヌの奥義。1933年では、春日の八千代の相手役のジャンヌを演じた。そして、話集では、野菊の歌を歌うソソとした。 アンナ役を演じた。歌劇、花集は、パリゼットについて評判になった作品で、1933年8月、9月、10月と、3ヶ月、宝塚で上演された。それまでの白い鉄作りの作品は、外国名前のカタカナばかりであったが、この時初めて、日本人の題名、花集をつけた。この歌劇は花をテーマとしたレビューで、ノンぎクの歌、スズランの歌、 マロニエの歌などの歌がたくさんある。当時のオールスター出演の豪華なもので、1月公演は、もちろん、工業不振といわれる2月の続演も、オイルマ員ギンであった。東京宝塚劇場の初会場は1934年1月1日で、この、話集で、落とし興行をした。この頃が、宝塚レビュー黄金時代と言われ、戦争が始まるまで、宝塚歌劇は、 毎月上業、一年中東京を公演をしていた。ウィーナー・メーデルは、白い鉄作り得意のドイツ青春もので、吉原、クニコのフリッツの相手役ルイゼを演じた。同年10月公演、のスミレではジュリアを、歌劇、マリオネットでは、ミソラ・アキコの相手役クリスチーヌ、タカラ、ジェンヌではサヨ、フクコの相手役セリメーヌを演じた。翌1938年3月公演。 宝塚ホリーズで、ジャネット、八月公演、三つのワルツのカステリを演じた、あと、第一回ヨーロッパ公演に参加した。公演は1938年10月2日、神戸港出版から1939年3月4日、神戸港帰着というスケジュールで、小林米蔵団長のもと、30名の選抜メンバーがヨーロッパ各地を巡った。1939年、 東京公演、思い出のアルバムでは、お夏、笠物京のお夏を演じて、宝塚歌劇の大作家九章一聖に絶賛される。同年、日本美女、風ーと、歌舞伎絵巻で聖午前を演じた。1940年、人気絶頂の中、結婚のため、宝塚歌劇団を退団。退団後は、配偶者の赴任先の南米チリに渡った。その後帰国し、戦後は、 女優としても活動している。1980年に死去。2014年、宝塚歌劇の伝道の最初の100人の一人として伝道入りを果たした。ありがとうございます。